みんなこんにちは、ハリーです。Tダッシュ倒してが今回なんですけれども、トヨタピッコ来た3体目誰なんだろうね。みんな早速やっていこうということで、今回もですね、魔法収集大好き人間が東島高校生ティーのトピックを紹介しました。早速見ていきましょう。見ていきますのは3体目誰なんだろうね。みんなよいしょ。いや楽しみになってきたねー、マジで。エース&ヤマトが登場して、その後白ひげが登場して、3体目誰なのって話じゃん。いやー、みんな誰だと思う？実際に白ひげが登場した後におでんが登場してるってことでさ、なんか伝説の海賊編なんじゃないのって言われてるよね、今ね。なんかバウンティラッシュの生放送前回白ひげの時にさ、タナピーが言ってたじゃん、テーマを持って毎回登場させてるよってことを。例えば3周年ってことだったらさ、夢ルフィが登場してね、まあ、海賊4号系って言ってたし、そしてね、前回の4周年の時だったらさ、まあ、ワノ国最終決戦編っていうテーマがあったわけでしょ。でそしてその後ね、ニカとキッド&ロー、ワノ国最終決戦編のキャラクター出てるよね。で人獣ヤマトも登場してるから、まあワノ国決戦編のキャラクターが全員上位戦キャラクターで登場したってことになるじゃん。で今回もね、 A さんのヤマト、そして白ひげ、おでんと来てるわけで、まあ、おでん超越じゃないけどさ、まあ、超越級にまあ強いよね。でだったらどうなんだろうね、これね、何編なんだろうね今回ね。ということで、そういうところから巷の噂いろいろまとめていって、一緒に誰が登場するのかワクワクしていこう。さあ次やっていこう。さあその前にですね、チャンネル登録者数86000人、みんなありがとう。みんなのこのバウンティー熱がふつふつと最近感じてます。本当にありがとう。いやマジで楽しみだね。一緒に交換をますます盛り上がっていこうぜ。さあ見ていきたいんですけれども、みんなは誰だと思う？まずそれこそ候補のキャラクター出しておくんだけどさ、ロジャーだよね、まず1体目ね。やっぱ非能力者っていうこともあって、なんかね、環境に能力者が多いことから全然対抗できそうな感じがするよね。実際にゾロ君が登場したタイミングもさ、能力者が多いタイミングで登場してる非能力者のキャラクターだし、ワリアダメージとか無敵スキルとか通常攻撃で多段っていうのも相まってね、いろんなキャラクターに対応できるような形でバランス型として登場してたわけじゃん。これもね、なんか非能力者として能力としてね、万能性っていうのもちょっとキーワードとしてありそうな感じするよね。そして2人目が黒ひげなんじゃないかなってやっぱ思ってるんだよね、僕は。いや黒ひげのいいところは、ロジャーは非能力者で能力者に対抗するって感じがあったけど、逆にね、もう能力者に対して真正面から対抗していく、自分も能力者でありながら能力者キラーの能力を持っているということで、これもね、かなり面白いキャラクターになるんじゃないかなと思ってるんだよね。実際に黒ひげに関しては、グラグラと闇闇を持ったキャラクターが次登場するんだったらね、まあ、出てきてほしいわけで、まあ、白ひげがグラグラを持って登場してて白属性だから、黒ひげは黒属性を持って白と黒を持ってね、 5.5 周年で登場するんじゃないかとか、5周年で登場しちゃうんじゃないかとか、実際に白ひげが登場した時にね、予想してたわけなんだけど、まあ3体目来るってなったらさ、どう思う？みんなこれありそうかな？まあ、黒と白でどっちか登場するんだったらさ、今このタイミングで黒属性とか出しておいて、次の 5.5 周年で黒ひげが出てくるっていうのが一番なんか流れ的には綺麗な感じするよね。となってきたらやっぱりここは黒属性で単色のね、キャラクターが登場する方がいいんじゃないかなと思うので、僕的にはちょっとね、黒ひげよりロジャーよりかなって感じがするんだよな。しかもロジャーで一緒に登場しちゃえばさ、まあ、白と黒っていうところはちょっと合わない感じはするんだけど、名前とかも黒が入ってないしね、ロジャーは。だけど白ひげとライバル関係でもあるし、 A さん大和のエースと、まあ、お父さんっていうね、この親子関係でもあるわけだし、ロジャーとおでん、そして白ひげ、この3人も関係があるよね。そして何より白ひげとロジャーに関しては、このサカスキね、これが良かったよね。実際ライブ配信とかの話したけどさ、この杯を持った後ね、白ひげがグラララって飲んだ後ブラックアウトしてロジャーが登場したら嬉しいよね。もっと飲め白ひげみたいな感じでねただの飲み中、いやもうそんなに継がなくていいのにっていうねなんで白ひげグラグラとかなっちゃって、ちょっと面白いけどねないか、マジで楽しみなんだよな。その絵をね、ちょっと僕は想像してるから、やっぱロジャーが登場してくれても嬉しいよね。まあ、実際にロジャーがね、最初に登場した時もさ、おでんが登場して、その後にロジャーが登場しててさ、なぜかおでんが最初に登場したのにさ、後から登場するロジャーが「いいか行くぞおでん」とかって言ってねCM に出てたしねあ、お前じゃないんかいって俺突っ込んだけどでその後しっかりロジャーが登場して、まあ今回も楽しみですね。ロジャーが登場するんでしょうか。ちょっと注目だよこれは。そしてまあね、3体目の候補になってくるんだけど、僕的にはレイリー。はい、レイリーんじゃないかなって思うんだよね。まあ、ただレイリーに関してはなんかね、僕的にはフェスゲンキャラクター感も否めないっていう感じがするんだよな。というのも実際ね、この後ロジャーが14日に登場するってなった場合さ、次のガチャの更新が多分ロジャー1ヶ月くらいガチャはあると思うんだよ。となってくると白ひげとおでんが更新になるさ、2月27日、この日にフェスゲンキャラが登場すると思うんだけど、そこでさレイリーが登場したらちょうどいいんじゃないのって思っちゃうんだよね、僕は。だからそうなるとガチャがさ、残りロジャーとレイリーが残っててみたいな感じになるから、もしかしたらね、本当に14日はロジャーが出て、で27日はフェスゲンキャラクターの枠でレイリーが登場するとかってなる方がまあ綺麗なんじゃないかなとも思うんだよね。そうすればおでんがフェスゲン枠、そして超フェスの白ひげ、レイリーがフェスゲン枠、そして超フェスがロジャーっていうことでさ、なんかどうこれ、白ひげ海賊団とロジャー海賊団枠っていう感じが出来上がるよね。でしかもロジャーが黒属性で登場しちゃえばさ、これもう傾向的に見て、白ひげとおでんが白なんだから、ロジャーとレイリーは黒な感じするよね。これもなんかありえる感じがするんだよな。だとしたら綺麗だから、やっぱ黒ひげとかじゃなくてね、シンプルに14日はロジャーが出て、フェスゲンはレイリーとかの方がねいいんじゃないかなと思ってるんだよね、僕は。みんなどう？これありそうじゃない？じゃあ楽しみだね。僕の予想はですね、まあ、ロジャータクといったところなんですけれども、巷の噂ではどうなのか、もうこれもねちょっと調査していきたいなと思っております。実際に実はね、もうライブ配信の方で統計取りました。ロジャーか黒系どっちがいいですかということで1166票、皆さんありがとうございます。3対目どっちがいいかというこちら、ロジャー 60%、 黒ひげ 39% ということで、 1% はどこへ1% はどこ行ったのこれ。まあロジャーがね 60% でかなりの確率で登場するんじゃないかと、みんなのね噂となっております。いやー、こう見ると確かにロジャーがなって感じがするよな。やっぱみんなの意見はね正しいですから、間違ったらあれだから半分正しいってことにしとこうか。いやでもマジで楽しみなんだよね。まあ個人的にもロジャーが一番嬉しいかね。そしてさ、このペプスアニバーサリー大感謝キャンペーンのさ、このツイートね、このポストのやつね、コメント見てみるんだけどさ、まあいろんなコメントあんだよ。みんなも面白いよ、こうやってありがとうとか言ってるしね、大きなゴージャスが3体目ゴージャスゴージャスって、みんなゴージャスに期待してんねだってみんな言ってんね。面白いね、先にとかありがとうゴージャス黒ゲッターって言ってる人もいるね。頼むぜゴージャス、超フェスゴージャスとか言ってる人もいるね。ナイスですね。ロジャーロジャー、やっぱロジャーゴージャス黒ひげ、この3体ですねゴージャスキャラじゃなかったわ。ゴージャスさんもねワンチャンありえるよね。あーローとね黒ひげの話ね、これもまあ確かに言えてるよね。気になってくるのはこの超フェスゲンキャラクターたちね、登場したらどうすればいいのって話になってくるんですが、またそれはね後日動画で紹介していくものとしまして、まあ簡単に紹介しちゃうと、程度を見てからにしようみんな。だって27日におでんと塩系が更新になるわけだからさ、1週間くらい猶予あんだよ。みんなこの新環境になったら新超無線キャラクター登場したりとかしてね、だからその様子とかを見てからでも全然遅くないので、とりあえずね一旦貯めて待つようにしていこうぜ。ダイヤについての情報はですね、もうダイヤ配布どんぐらい送られるのかっていうことでね、生配信ダイヤ配布まとめてるので、ぜひそっち見てください。ほぼその通りにダイヤ配布されていくと思うんでね。はい、ということで皆さん見てみましょう、どうでしたでしょうか。いやー、新超無線キャラクター登場するんだったら僕はロジャーかな。黒ひげ派っていう人もいるよね、結構ね。いやー、どのキャラクターが登場してもおかしくないんですよ実は。今年は伝説のキャラクターっていうことはテーマですからね、まあ実際にロジャーじゃなくてもいいと思うし、レイリーとかじゃなくてもいいと思うんだよ。伝説の家族ってまだ出てないキャラクター多いから、ロックスとかも出てないよ。フェスゲンキャラクターで登場した四季とかだってさ、伝説の家族だよあれ。だからもう全然超無線出てもいいよね。伝説の海賊っていうのがテーマなんだったら誰が出てもおかしくありません。みんなが欲しいキャラクターとかね、来て欲しいキャラクターいたらぜひコメントで教えて。みんな楽しみになってきたねみたいな。次の動画でお会いしましょう。ではまた、ワクワク止まらんね。